皆さんこんにちは、ミトナツメです。今日は私のおうち時間を紹介したいと思います。わーい、まあ、大体、まあ、ソファーあるんですけど、私はなんか地べたに座っていろいろ絵描いたりとか YouTube の編集をやったりとか、最近はなんかまたラブライブにハマってラブライブをやったりとか、携帯のゲームなんですけどやったりとかしています。で、これ UFO キャッチャーで撮ったんですけど、ブリブリザイモンを座布団にしたりとか、白を座布団にしたりとかして過ごしています。で、今日は私の学生時代の友達でオブジェサッカーをやってる友達がいるんですけど、その子がひまやろうって言って送ってくれた工作キットっていうのがあるんですけど、それをやりたいなと思います。こんな感じでキットを送ってくれました。かわいいよね、これ全部自分でやってるからね。じゃーん、マナムのお庭キット。こういうオブジェを作ってる子なんですけども、まあ、なんか詳しいその子のプロフィールだったりとかは概要欄にまた貼っとくので見ていただけたら嬉しいなと思います。で、マナムのお庭キットの説明はこんな感じで書いてくれています。材料だったりとか作り方もね、すごい簡単簡単って言うと、なんかすごい工作好きな人とかはめっちゃ楽しいと思う。本当愉快な子なんですけど、その子はこのね、作るものもめっちゃ愉快やし、個性的やし、カラフルやし、本当ね、なんか見てるだけで元気になるような作品を作ってる子です。で、中身がモンスターちゃんがいます。ここに。かわいい。こういう装飾、いろんな装飾が入ってる袋と、こっちもなんかこういう木の丸太とか、キノコの頭とか造花とかが入ってたりします。で、あとお庭のこういう砂とか、これ何なんか貝殻じゃないけど、こういうのとかも入ってる。爪楊枝と、この爪楊枝何に使うんやろな。あと葉っぱが入ってます。じゃあ、あと、木工用ボンド。これめっちゃ懐かしいねんけど、小学校以来使ってないんじゃないっていう。いや、まずマナムはこんな感じで作ってるんですけど、ほんと自分の好きなようにデザインもできるみたいなのでやっていきたいと思います。若干ね、説明書も読みながらやっていきます。モンスターのお庭はどんなお庭にしようかなと想像する。想像するだけで楽しいよね。大事なの忘れてた。これ土台です。ここに乗せていきます、モンスターちゃんたちを。ちょっと見えやすいように下に。じゃあ
私はどうしようかな。なんかてっぺんにお庭作ろうかな。てっぺんに、ここに砂を置く場所にこんな感じでボンドを置いて、でこういう爪楊枝でこうやってすればいいのかな。砂をまぶしていきましょう。てか、なんか下引いた方が良かった。下引いた方が良かった。めちゃめちゃこぼれますわ。後で掃除機かけな。まず皆さんは下に何か物を引いてください。新聞紙とかでもいいんで。ティッシュ絶対いりますね。ほら、同じことするやろ私は。だから言うたのにってお母さんに怒られるやつ。今からでも遅くないから、なんか行こうかな。いやでもな、もう遅いわ。かなり行き当たりばったりで進めてしまってます。ちっちゃいところができた。で、この石の近くに置いたらいいな。そうやって、このボンドも一回振らなあかん。料理やってます、私。インスタグラムで見てくださってる方は知ってると思うんですけど、めちゃめちゃ料理頑張ってます、ほんまは朝頑張って起きて朝ごはん作って、で昼ごはん食べてとかやりたいんですけど、まあ起きれないんですよね。切れなくて、結局2食ぐらい。まあでもな、太るからな。もう全然ヨガとかはやってるんですけど、有酸素運動とかをしてなくて、だからもうまあヨガだけじゃ無理だな。太ったな、やっぱ。何キロ、皆さん何キロ太りました？私はちなみに2キロ太った。太りすぎ。気
2kg 太っちゃいました。1週間で2キロってやばくない？マジ太るの一瞬やねんけど、太るの一瞬やのに痩せるのもめっちゃ時間かかる、ね、ほんまにやめてほしい、そういうの。セットとかあったらもっといいかも。セットとかあるとすごくやりやすいと思います。もう可愛い気がするね。こんな感じポロポロ、ぎっしり詰めた方がいいよね、きっと。もうちょっとここも上も増やして、砂も増やして、あ、出しすぎたかな。まあいいか。YouTube をやっておりまして、また概要欄にも載せとくんですけど、面白いのでぜひ見てください。マナムは専門学校の時の友達なんですけども、2年生の時に同じクラスになって、そこからすごい仲良くなりまして、今でもよく遊んだりとか連絡取り合ったりとかしてるんですけど、昔から本当に絵が上手の子で、私の絵とかもよく描いてくれたりとかしてて、でなんか絵が上手なイメージがすごいあったから、デザインとかなんか、イラストレーターとか、なんかそっちの道に進むのかなとか思っていったら、オブジェ作家を学校卒業してからかな、なんか目指すようにならはって、私的にはちょっと意外だったんですけど、でもなんか作るのが好きっていうのがすごく伝わっていたので、で本当にこう地道にマナムのマナムの活動をしていて、でワークショップとかもやったりとかで、個展もやってたりとかしてて、本当になんか行動力のある子やし、マジで努力の塊というかな子なので、もっと何やろ、マナムの作品が世に触れればいいなって思ってます。あら、なんか水色の石入ってたあたりや、嬉しい。ちょっと見えるとこに置こうかな。ここに置いとこう。かわいい。2つ、なんかお庭ができました。私が映らない。まあ、いっか。映りたがりかって感じですよね。ひひひ。はい、そしたらここの、お庭のところがいいできたので、
マルタとか覚えてみようかな。どこに置く？こう見てた方が綺麗。こうね、ここにマルタ乗せて、で、ここにこの子乗せたりとかする。自分の庭を眺めているモンスターみたいな。こっちの方が綺麗。あ、こうする？こんな感じ。私の庭だ。ははははは、みたいな。ははははは、みたいな。ははははは、みたいな。ここが私のお庭ですってこう紹介してる感じにしよう。ずらした感じ。ますよ。じゃん。ちょっとずらして、キノコ生やす？ここに。ここにキノコ生やそうかな。あ、ここに生やす？いやでも、キノコどっかに生やしたいな。これは何やろ。キャベツ失礼。ザーッとつけた。わ、かわいい。こういうちっちゃいお花とか並べよう。わ、かわいいな、このお花。ちょっと庭のこの辺に咲いてるみたいなのでもいいよね。かわいい。あ、これしたらなんかいっぱいこうやりたくなるから、ちょっとこの辺にボンドつけて、ちょんちょんちょん。どう？なんかかわいいんじゃない？いいんじゃん、いいんじゃん。かわいいんじゃない？お花咲いてます。よし。で、おいでから、キノコを植え付けた。あ、このキノコいいんじゃん。こうやってさせるようになってるんですね、キノコ。ぴょん。つけようか。ちょっと学ぶの参考にしよう。ほんまこういうの上手なんだよな。センスを感じるよね。お花とこれとなんかこういうの合体させても可愛いよね。見てみました。そっか、どっかにつけたいんだけど。
葉っぱつけるとめっちゃぽくなる。いい感じ。こういうことをいつもやってると思うと本当尊敬するわ。細かっ。冬作業さ、黙々としてたら本当時間あっちゅう間に過ぎるっつうか、なんかめっちゃ無言になってしまって、ちょっと見てる方に申し訳ないんですけど。だいぶできてきた気がする。なんか前の方ちょっと寂しいかな。こういうのつけてみる。こういうのつけてみるか。かわいい。ひげみたい。ひげさんみたいですわ。あ、いいんじゃないの。いいんじゃないの。ちょっとなんかいい。こんな感じ。めちゃめちゃ中心ずれてましたけど、まあいっか。ボンドつけすぎ問題。でもこんなボンドつけんでいいんですよ。やばいやばいやばい。こんなボンド多分つけんでいいんですよ、ね。めちゃめちゃはみ出してますもん、ボンドが。ボンドがはみ出している。あっち。ええんちゃいますの。ええんちゃいますの。ほんまにかなかな。星とかつけちゃう。かわいいや。どう、いい感じ。むしろ森の森にしよう。観葉植物育てたいタイプやし。
図工とかめっちゃ好きだったんですけど、あんまりそのなんていうの、図工めっちゃ好きやけど、まあ、上手かったかと不器用、器用なのかと言われると別に器用ではなかったかもしれない。でも図工はめちゃめちゃ好きやった。図工がある日めっちゃもうテンション上がってたもん。もやしみたいなやつつけてみました。こんな感じかな。できた。私のお庭です。ボンドがえらいことになっていますけども、気になりました。あれ、もやしちゃんが落ちちゃった。もやしちゃん、もやしちゃん、今落ちないで、今落ちないで。あ、やだ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 、反省しました。私のオースターちゃんのお庭です。あんまり上手ではないけど、すごい楽しかったので、みんなもやってみてね。みたらつめのおうち時間でした。バイバーイ。